分を超えて小塚崇彦現在トップです。第5グループ最終滑走です。この埼玉スーパーアリーナでオリンピックへの道を切り開いたのは3ヶ月前です。オリンピックに導いてくれたのはこのショートエデンの東だと町田は言います。自分の運命は自分で切り開く、そんなメッセージを込めたショートプログラム。町田たすき、エデンの東に再び夢を託します。より細かい表現にこだわりたい、それが今回の町田の思いです。そうすれば伝えたい思いは 100% 絶対に届くはず、町田はそうも話しています。さあエデンの東です。最初のジャンプ4回転、4回転のトーループトリプルトーループ、完璧なジャンプで入りました。トリプルアクセル、フライングシットスピン、落ち着いてますね。細部にまでこだわったプログラム、トリプルルッツ、町田樹史上、そして間違いなく日本フィギュアスケート史上に残る名作です。まだプログラムの中に入り込んでいるかのような町田樹です。素晴らしい演技でした。町田が待ち望んでいた風景というのはおそらくこの風景だと思います。自らのスケート人生最高の舞台になると、この世界選手権を楽しみにしていた町田。埼玉スーパーアリーナのこの4方向から大きな歓声が町田に降り注いでいます。
素晴らしい、荒川さん、はい、素晴らしいプログラムでした。いやもう全ての要素が本当に力強く丁寧に確実にこなしていきましたから、本当プログラム全体一つの完成したこう作品として素晴らしかったですよね。でまたオリンピックを経験して本当にこう自信をつけたんだなっていうのを演技からも感じましたし、はい、この演技とともに本当町田選手は今シーズン自分の力で道を切り開いてきたんだなっていうのをこう今見ながら感じました。なるほど。そして終わった後にですね、本田さん、はい、表情をほとんど崩しませんでした。逆にそれが印象的でもありましたが、そうですね、本当に最初から最後までその入り込んでたというか演じ切った部分だと思いますね。そしてプログラム全体の技もそうなんですけれども、はい、マイナスをつけるところがないです。もうそれぐらい素晴らしい、はい、ほとんど全部加点をもらえますね。ソチオリンピックで5位、メダルまであと一歩でしたが、ただ本人はですね、今回メダルもちろん十分狙えるんですが、そうではなくてこのプログラムを結実させたいと、本田さん、そちらの方にこう本人は力を注いできました。いや本当にいい形でしたよね、いいショートプログラムを滑り切りましたね。町田樹史上最高傑作は間違いなくここに身を結びました。さああとは町田の夢、メダルに向けて得点を待つばかりとなりました。観客からは得点を期待する拍手も起こっています。4年前まではオリンピックに行くとは本人もなかなか信じられないでいた、そんなポジションにいた町田ですが、4年後この自らの姿を今どういうふうに受け止めているでしょうか。大西コーチもさあ、あとは得点楽しみです。自己ベストは 91.18、 間違いなくこの得点は大きく超えてくるはずです。町田さんの得点、町田の得点 98.2、 なんと 98.21、 テクニカルエレメンツ 52.82、 そして5コンポーネンツは9点台4つ、 98.21、 大きく大きく自己ベストを更新して、さあ日本開催の世界選手権で町田樹史、その力を大きく大きく伸ばしてトップに立ちました。いい感じ、いい感じ。